実況は西岡、解説には堀池拓実さんをお迎えしています。よろしくお願いします。はい、お願いします。では試合へと目を移しましょう。なお主審を務めるのはセルゲイ・ピプキンです。前半開始です。ディフェンスの網にかかる。ボールを取られました。ここでシュート、打ってきましたが大きく外れてしまっています。キム・ナミリ、イヨンピョン、つながった。パスコースにはディフェンスがいます。危険な位置です。緊張感が増してきます。仕掛ける前にボールを奪われました。これはどうなりますか。ちょっとコースが甘くなったか、カットされます。中止、プレーが止まります。流しません。絶好のチャンスを外してしまいました。これは悔しそう。これはやっちゃったという仕草も出てしまいますよね。繋がった。攻撃を組み立てられません。カウンターアタックのチャンスを生かしきれるでしょうか。リーサイドからの攻撃へ向かいます。ボールを運びゴールに襲いかかります。振り抜いた。ディフェンスに当たる。ディフェンスを置き去りにした。クロスは失敗。手に渡ります。パスが通った。ヘッドだ。おっとキーパー届かず。作りつつあります。パスをこの位置で防ぎます。ボールと人がうまく連動しています。周りを確認したい。サイドへ。出しどころが見つからないか。シュートはブロックされました。いい形でゴール前まで持ってきました。相手がボールを奪い攻撃を止めました。
リー・タルマニ、サイドへのパス、パス通りました。顔を上げたい、うまい、あっと、ああこれは残念。しっかり読んでいた。リー、競り合いになりました。さあ周りを見たい。さあスタジアムのテンションが上がります。これはシュートだ。ゴールキックに変わります。チャンスの匂いのするパスです。リー、これは来た。難しいシュートでしたが枠を外れます。モラーです。つながります。よく見えています。いいパスだ。ディフェンスがボールをクリア。クリア、なんとか乗り切った。なんとかヘッドで押し出した。リー・タルマニ、モラーです。さあゴールの方向を向きたい。サポートを使いますか。決めに来た。これだけ綺麗に決まるのは珍しいですね。はい、本人としても大満足でしょうね。これはいいですね。落ち着いて射隅を狙っていますよ。いい形ができつつある。サイドをえぐって中を見る。危険な位置です。緊張感。打った、止めた。ボールが転がる。コーナーとなります。厳しかったですけどよくしのぎましたね。クリアは相手に渡ってしまいました。ここはキーパーに任せます。しっかりと声が出てますね。レフリーの笛が鳴って前半終了。スコアは1対1。ゲームはハーフタイムに移ります。同点でハーフタイムを迎えますが、違った結果になっていた可能性は十分ありましたね。堀池さん、そうですね。ゴールチャンスは圧倒的に多かったんですが、キーパーの好セーブやフィニッシュの精度を欠いたことで、現時点ではまだリードを奪えてないというのが現状でしょうね。ボールを運びゴールに襲いかかります。味方の位置を確認する。ここで網にかかる。入るか。このシュートは入りません。ミスとなりました。ジャストミートできませんでしたね。キム・ナミル、リかわしますか。シュートはちょっと強引か。ここはディフェンスが対応します。つながった。これはキーパーのボールです。これで一回落ち着きたいですね。これを止めたんですからフィールドも奮起してほしいですね。
ここを起点にできるか。ゲームを作るパス、またまた通ります。いい形でゴール前まで持ってきました。狙いはいいですね。予感のあるパスがつながった。PK です。文句なしの PK です。しかしラッキーなことに退場にはなりませんでした。本当にラッキーですよ。決めました。落ち着いていましたね。主審はセルゲイ・ピッキンのプレーをどう見たか。両チーム動きます。さあスタジアムのテンションが上がります。いいですね。頭で合わせる。キーパー弾く。確認したい。味方はいるか。キーパーの考えられないプレーです。投げたボールがサイドラインを割っています。交代で嫌な流れを断ち切って自らに流れを引き寄せたいところです。シュートは枠を捉えません。チャンスを無駄にしてしまいました。これはもったいないプレーでしたね。危険な位置です。緊張感が増してきます。とかボールをクリアしました。パスコースにはディフェンスがいます。抜かれてしまっていたら大ピンチという場面でした。両チームとも選手を交代するようです。先のことを考えすぎました。相手にボールを奪われています。ボールを奪いに来ました。相手に渡ります。パス通りました。顔を上げたい。さあ周りを見たい。ヘディングシュート。試合は振り出しです。圧倒されている展開の中でゴールを決めました。はい、チームを考えると支配されるという展開は仕方がないのですが、この条件の中でどうすれば勝ちを引き寄せられるかを求めている姿勢がいいですよね。ポジションの取り方が抜群でしたよ。
試合は振り出しに戻りました。4秒じっくりと出しどころを探します。攻撃がここで止まりました。相手ボールです。モラーです。さあどうだ。いい形でゴール前まで持ってきました。チャンスの匂いのするパスです。モラーです。ここはカウンターを狙えます。残り時間はあとわずか。今のを通させなかったのは大きいですよ。危ないパスでした。奪ってカウンター。スタジアムのテンションが上がります。キャッチはできません。ボールがこぼれています。よく止めましたよ。決まってたら試合も決まってましたからね。これは大きい。ちょっとコースが甘くなってた。カットされます。見事なパス。今日も見事でしたけど、カットした方も素晴らしいですよ。今日の試合を象徴するプレーですね。つながります。さあゴールの方向を向きたい。中はどうだ。ボールは大きくクリアされました。カウンターのチャンスが来ました。ここは決めておきたい。いいカウンターでしたが最後はカットされました。90分が終了しスコアはドローです。サブの選手が控えます。なんとか状況を変えたい。延長戦に入ります。両チームの選手とも疲労の色は隠せません。このパスは通りません。これはさすがに読まれていました。危険な位置です。緊張感が増してきます。サイドへ展開していきます。出しどころが見つからないか。どうする。ディフェンスをかわした。リュウ、素晴らしいインターセプト。いいディフェンス決まりました。スローインになります。いい形ができつつある。ここで勢いが止まってしまいました。ボールを運びゴールに襲いかかります。ヒールを使います。このコースは読まれていたか。リー・タルナイ、
ーパー素晴らしい飛び出し、ナイスセーブ。延長後半15分が開始します。このボールはキーパーへ。モラーです。鮮やかなディフェンス、落ち着いています。これでもう勝利は決定したと言えるでしょう。ここから挽回するの、まあ、ちょっと無理でしょうね。うわ、これはすごい。倒れている選手がいます。肉離れでも起こしたのでしょうか。つながった。狙っていった。予感のあるパスがつながった。モラーです。これはいい展開です。試合終了のホイッスルが3度鳴り響きました。ゲーム終了です。